付き合う相手はこの私が厳しく審査するわ。こっちはこっちでシフコン丸出しね。違うわよ、私はただひばり姉が大好きなだけで。ハバネの姉ちゃんってアンちゃんと同い年くらい？かな。ってことは先輩とも同じくらいか。ん？はーい、お待たせしました。書いてるよね。あれって何の設計図なの？ああ、それ私も気になってた。グライダーだが？でももう完成してるじゃないですか。これか？何これ、翼の形が違う。他にも改良されてるわね。胴体の形は同じだけど、ほらこことか。これは本当は作るはずだった機体なんだ。本当は作るはずだった。さっき達也が言ってたけど、今の機体は旧ソワリング部の先輩方が自作したものだ。すごくよくできたいい機体だけれど、細部まで見つめられてはいない。おそらく外国の有名な機体を真似て作ったせいだろう。機能を理解しないまま模倣した形跡がある。そこへ私なりに改良を加えてみた。高校日誌によると、あの時のフライトは飛行機栄光だったらしい。じゃあ、最初からかなりの高度まで上がれたわけか。しかし、我々に飛行機はない。私はウインチ栄光で少しでも高く飛べるよう設計の細部まで見つめ直すことにしたんだ。でも結局作らなかったのよね。ボディに加工を加えているし、主翼を一から作り直す必要もある。これを実現しようと思ったら相当な時間と費用が必要になっただろう。できなくはないだろうが、難しかっただろうな。それに
設計図はまだ完成していない。なかなかアイデアがまとまらないんだ。私はバカだからな。ぬるい。ここは一つうちらの流儀を見せておかないといけないわね。なった。あーちゃん、もう大きいんだから子供みたいな遊びはやめようよ。行くぞ、それどうだ、麻婆のアホ。ドキドキした。くぅ、許せない。そのバカ捕まえて。へへん、ここまでおいで。あ、逃げた。誰が捕まるかっての。マーボー、ちょっとあっちで話をしようか。あのな、マーボー、楽しむのは大切なことだが、女の子を怖がらせちゃいけない。もう子供じゃないんだ。お前だって女の子に嫌われたくないだろ。あんちゃんを怒らせちゃった。みんな子供だよ。みんな、かき氷できたよ。どうぞ、シロップもありますからね。わあ、かき氷だ。練乳あるかな。私、いちごのやつ。はいはい。
押せない押せない、ちゃんと全員の分あるから。かき氷か。俺はレモン味にするかな。あんちゃん、俺も食っていい？反省したか？あ、したよ。俺、女の子に嫌われたくない。あんた、それどういう反省の仕方よ。うっせ、お前だけは女とは認めねえ。なんだとかな。いちいち騒がしい連中ね。落ち着いて食べられないじゃん。ぬー、きっときたー。冷たくて美味しいな。この不思議な青色が食欲をそそる。私はもっとわーって派手な方が好きだけどな。ハンちゃんもやる？この鉄砲型のやつとかどう？あ、それ私の最後にやろうと思ってたやつ。いや、俺はいいよ。お前らが楽しんでるのこうやって眺めてるだけで十分だ。かわいいな、この花火は。線香花火は最後にやるもんだろ。いいの、好きなんだもん。うん、私もだ。チェ、女ってこういうの好きだよな。どうしてそんなことを聞くんだ？